ミックスジュース大阪魂捨てたらあかん公演夜公演終わりました。え、画質悪い？ちょっと暗いかも。ありがとうございました。昼夜お疲れ様、ありがとう。お疲れ様、ありがとうございますいやー、始まったらあっという間ですね。本当に今日も一日楽しかったです。あっという間の日でした。ありがとうございました。こんばんは。最善でスケッチブック持ってました、ありがとう。いや本当にすごいね、たくさんペンライトとかうちわとかね、生誕 T シャツとかもいっぱい着てくださってる方が多くて、もうめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。本当にもう皆さんのそのね、うちわとかこう応援してくださる、なんて言うんですかね、皆さんのおかげで頑張れてるので、頑張れてます。やってる？うん、イエイエイ。貼るの？ウォウォウ。あ、持ち合ってくる。あ、なんか先行くんだよ、あれ。マジ？あ、でもな、多分使えへんよな。あの、皆さん聞いてください。ん？もうとかみちゃん、どうしよう。これな、あのな、ここさ、なんねんけど、せったらいけんねん。皆さんこんばんは。映っちゃった、ミニちゃん。あ、こんばんは。ミラコでなんですけど、うん、最近おここが、うん、アイスを食べたいって言っていて。どういうこと？うん、食べたい。食べた？何食べた？雪見大福。ちなみに雪見大福を食べたんですけど、うん、お疲れ様でした。うん、どうでしたか？今日の公演ですか？いや、雪見大福え、待って、ミラコの靴下ツイッターに上げられてるでって何？え、見ようや。ミラコまたぎしてくれてありがとうって。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます待って、めっちゃおもろいやん。ほんまさ、死ぬみなみめっちゃおもろい、これ。めっちゃおもろいすごい。確かに履いてない。今ね、ちょっと片足、そうそう、片足、表示上で片足靴下。面白いな、めっちゃおもろいやん、びっくりした。あれやった、ナングラやった。やばい、いつまで分からん。でもまだ発表されたばかりやな、うん、いけるいける。あのクリスマスイブ、あなたの最高の胸キュンをみたいな。あ、苦手なやつや。ほんま苦手やねんけど。苦手や、苦手なやつや。アイス取ってこようか。いいよ別に後半に優しそう、ふみつぶす。あ、ごめん、そんなことないんだよ。ごめん、言い過ぎた。食べていいよ。食べてんの、ここの分。あ、いいの。うん、もう食べないもん、僕。あ、さすが。うん、おここさん、あ、12月23やって。あ、まだですね。皆さん、ありがとうございました。どうでした？あ、今日の公演かアイスどっちですか、うん、今日の公演、今日の公演ですか、うん、あの今日の公演すごく楽しくて、うん、おここと、ね、あんまり目を合わせるところがないんやけどさ、うん、おここがね、うん、部屋で目合わせてくれたのをいつも忘れんねんな。ああの途中経 過そうの一歳終わってから 2A に行くまでに、うん、あの僕部屋ってやるのいつも忘れんねん。あ、おここ忘れた。そうそう、いつもいつもさ
やばくない？じゃあね、大移動やで、未来大移動か大めっちゃいい移動しやすい。だからめっちゃ必死でやのにおくがヘアでいつも行ってくるから、え、無理無理、いや、未来忘れてた忘れてたって。その何時の未来の顔がめっちゃおもろくて、うん、あー、また忘れてたって。そう、めっちゃおもろいねん。逆にもうそれでいいよ。いやでも次から絶対これ話が覚えてるわ。マジ？皆さん途中経過ね、私がこの、うん、移動してる時に目合わすので1サビ終わりとか、うん、うん、1サビ終わりで V 字に1回なってから分かるかな。V 字とか分かるかな、分かるか。未来があの上手になんか前来たなと思ってめっちゃ下がってる、ちょっと分かりにくいな、頑張ってください、頑張ってください。とりあえず、まあ、1サビ終わり、うん、もうずっと見といてください、うん、で、まあ、移動、大移動があるんですよ、うん、そうそうそう、移動してから、そう、途中経過よろしくお願いします。そこで次目合わせてるのかっていうのが見どころです。また私が忘れてるのか、うん、忘れてそう、何忘れてる。だ今日2回公演でどっちともさ、そう、あーで、いやね、初めてじゃない、今日昼公演で初めてじゃん。あ、いつも見てくれてた、うん、もう気づいてへんかった。もういつも見てて、そうな、今日もお昼で気づいた、あ、なんか見てくれてるって思って、うん、夜はもう生きらせるって言うの、あ、やっちゃったってここでまだこうおじちゅうのじゃねえよって感じそうやっちゃったね、うん、おもろかった、顔がおもろい可愛くて顔が、うん、びっくりびっくり、今日も可愛いだってさ。どうする、イエーイ、イエーイ、キャンキャン、ちょっとうるさい、うるさい、仲良し、仲良しだね、みーちゃん、うんうん、ありがとう、いっぱい出てくれて、ミックスジュース、うん、嬉しい、こちらこそ、うん、おみかん担当です。おみかん、おみかん、いちごやろ、うん、あれさ、うん、エンジンの時めっちゃおもろかった。そう、今日ね、なんか渋い声、そう、おみかん、あのねいつもミックスジュースって担当フルーツをね、うん、順番に言っていくんですよ。でってで、ココナッツのね、ココナッツもおもろかったよ、うん、おもろいおもろい、その時にみんなおめっかって言った、爆笑してくれてな、うん、嬉しかった。どうやった、笑い取れたって、よかった、気持ちいいってことだね笑い取れてめっちゃ笑ってもうたもん、おもろかったもん、うん、夜ご飯食べるん、お寿司、うん、でもお腹いっぱいやねんな、うん、食べるお寿司、うん、うん、なんかね、梅山さんはね、すごく梅山さんなんですよ。どういうこと？梅山さん最近ね、公演めっちゃ出てるくない？そう、またぎで、もう一旦落ち着くかな、今日で。あ、よかった。そうなの、もうだって、言うてる間に12月か、やば、あと2日や、3日やで、やばくない？はい、12月10日は誰の日？ショールームしてます、ジュニュース投稿、誰の誕生日だ、ミラッコ、あ、正解、おめでとう、ありがとう、あ、なんか来た、あ、いいんですか、あ、これ、あ、これ、これ、アンナの差し入れだ、昨日の、そうなん、そうやってんや、そう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 、食べる、どっちがいい、どっちがいい、どっちでもいい、いっぱい食べてるから、あ、じゃあこっちいただきます、こっちいただき、アンナ、ありがとう、ありがとうございます、これさ、昨日出てへんさ、メンバーやったらさ、ちくしげさんからの差し入れになってたよな、確かに確かにだって分からんかったもん、なあの、うん、めっちゃ美味しそう、美味しそう、美味しかった、美味しかった、めっちゃ美味しかった、うん、これ食べたけどめっちゃ美味しかったね、イエイイエイイエイ、 TikTok でさ、うん、でででででででみたいな、知らん、でで、もう一回で、何それ、これ以上歌ったらバンされるわ、あ、そっか未来はね、100円、今何が流行ってるかな、今何やろ、歌われへんもんな、うん、ショールームは大好き、どうもこんにちは、ひまわ、ひまです、
なんかあの、日本でめっちゃ怖い三姉妹。ああ。知ってる？ひまわり？ひなた。どうもこんにちは、ひなたです。っていうめっちゃ怖い。え、分からん、見たら分かるかも。音なしで。キマゼット流行ってるって。あ、キマゼットな。こうメンバー内でちょっと流行ってますね。それな、おこくがさ喋ってたからさ。キマゼット。うん。やっていいやん。うん。やつ MC で。うん。一回目滑って。二回目往復した。なんかごめん。あ、そうなん、よかったよ。そう、よかった。そう、ココとミライとナナホとかでめっちゃやってますね。キマゼット。キマゼット。ちょっと出てこへんわ。調べ方が悪いの。ありがとう。まあ、あっという間でしたね。ね。11月も。やばい。今日11月28日何の日だ。ん？あ、わかった。何やった？何やった？何？わかった。え、何やったっけ？何やったっけ？なんでわからへんねん。何やったっけ？未来の親友のお母さんの誕生日。知るか。そうなんや。おめでとうございます。ありがとうございます。え、何やったっけ28。なんか言っててん、さっき。マジ？うん。めっちゃ度忘れ嫌や。なんだろう、ね、こうやってさ、度忘れして思い出さんかったらめっちゃもうあかんらしいね。もやもや、それは脳的にあかんってこと？うん、近しげさん、ケイタ、近しげさん、おここはね、あ、つや、つやの日、あー、あれね、28、つや、つやの日、明日いい肉の日やって。ちょっと待って、明日お肉食べるしかない。お肉行こう、行く、イエーイ、お肉大好き。でもお肉やるココの方が好き。知ってる。わお、え、めっちゃいいやん。ま、いかんけどな。ちょ待って。11月ね、おこことね、旅行行きたかったんですよね。ずっと言ってたよな。結局もう無理やん。もう無理やん。もう28無理やん。次、29無理やん。無理。一回未来とは、ありましたよね。旅行っていうか、なんか泊まる、そう、ホテル泊まる、言っていい？いいよ。ユニバに泊まりがけで行ったんですよ。そう、めっちゃ楽しかった。マジで楽しかった。ホテルがめっちゃ綺麗で、うん、二人でな、もうお風呂もな、めっちゃ綺麗でな、もう思い出したらもう嫌い、もう楽しすぎた。ベッドもね、ちょっと離れてたんやけど、二人で、ね、くっつけて楽しかったな、うん、あの時なんか若いよな、うん、若かったな、また高校、メリも高校生やったし、高校3年生とかの、そっか、うん、やば、1年前ぐらい、そう、ちょうど夏、なんかちょっと肌寒いみたいな感じだったもん、ね、うん、10月とか、いや、9月とか、めっちゃ楽しかったな。もう1年経ちました。でもお風呂は一緒に入ってくれませんでした。うん、断りました。ここね、絶対お風呂一緒に入ってくれないんですよ。うん、いやいや、なんで、まあまあ、いつかあるかもな。うん、なんかかったらもうテリアさんだから怖。いや、マジで楽しかった。なあ、楽しかった。ミライたちは絶叫乗れるから、うん、いっぱい乗ったな。めっちゃ乗ったな。写真もいっぱい撮って、うん、空いてたし、うん、空いてたな、あの時は、うん、ターキーリックも食べたな。え、食べたっけ。あ、食べたな、覚えてるよね。うん、もちろん。ピザも食べたよな。うん、あ、食べた、食べた、ポテトも食べた、食べてた、写真撮り合いっこしたよな、うん、すごいファンの方に声かけてもらったよ。うんうんうん、覚えてる、ちゃんと。マジで覚えてなかったそれ。ピザのくだり、うん、大丈夫、未来の食べたものの、うん、記憶力すごいから、すごいな。なんかカチューシャも交換し合ったり、そう、お互い自分の持ってて貸してくれた。だから2日連続行ってんな、うん、2日連続ユニバ行って、1日目ユニバ行って楽しんで、ユニバのホテル泊まって、2日目も泊まって、まあ、楽しかった。今思えばさ、ようオフあったよな。なあ、2日もな、うん、ちゃんと取れて、な、確かによかった。次はね、どこ行こうかなって話してるんですよ ね普通にさ、うん、
めっちゃいろんなとこ言ってて、もうどこがいいかなって。内緒だね。内緒だね。内緒です。じゃあスペシャルゲストでした。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。以上ミラコことミラコでした。何で、ね？バイバイ。バイバイ。ああ、リセンキューセンキュー。はい。あ、忘れてた。ありがとう。バイバイ。はい。じゃあ最後にマングラのやつをやりたいと思います。そのお題が今日はクリスマスイブ胸キュンセリフどうぞみたいな感じなので、胸キュンセリフを言いたいと思います。どうしよう、考えてない。すごい韓国語のコメントが、ありがとうございます。사랑해요カムシャハムニだ。今日のコンタクトか、そう、今日いつもと違うメイクなんです。わかるかな、なんかオレンジっぽいメイクで、ちょっといつもと違う感じです。どうしよう、胸キュン、クリスマスイブやろ。そうですね、あでもこれ皆さんと考えていいらしい。なんかありますか、提案。難しい、私めっちゃ苦手で胸キュンセリフ、まあご存知だと思うんですけど、ココナ得意やんって来てる。うそやん、私がプレゼントよやって。それめっちゃいいやん。え、明日からですか、ナングラ。じゃあまだやったらあかんのかな。え、明日からかな。みーやっても大丈夫よって。どうなんでしょう、まあ、あ、11月29、え、今日28か。やって明日発表すれば OK。 あ、OK。 あ、いいですね、ツイッターに載せるのは明日にしたらいいんじゃないって。お、よきよきよき。じゃあそうですね、クリスマスなんで内容覚えておかないって。確かに確かに、もう下書きしときます、ツイッターに。皆さんも覚えといてくださると嬉しいです。クリスマスといえばクリスマスケーキ、そうですね、めっちゃむずい、どうしよう。今年のクリスマスイブは YNN ですね。そう、24時間生配信ということで、皆さん楽しみにしててください。すごい、みんないっぱいコメントありがとうございます。ケーキと私どっちにするの、やって、かわいい、いいですね。じゃあそれでいっか。でも組み合わせたいですね。なんかじゃあクリスマスイブココナアレンジあった方が。クリスマスって何。ケーキとお餅ならどっちですか。今日の私ケーキに負けないくらい甘いわ。
ちゃいいやん。ナングラって大喜利なのに胸キュンか。そう、ちょっとこれは笑いに行った方がいいのか胸キュンに行った方がいいのかわかんないですね。どうしよう。クリスマス、あ、これじゃあこれにします。ケーキとお餅どっちを選ぶの。これでいいじゃん。これでいい、いいかな。ケーキとお餅どっちを選ぶの。それだと胸キュンせんやん。やってしかもさ、ケーキとお餅って絶対ケーキやん。しかも正月感あるしな。え、どうしよう。クリスマスイブですよ。クリスマスイブに胸キュンですよ。え、むずい。大喜利になっちゃう。正月感ありますよね。じゃあうん、今日は君と一緒にクリスマス過ごせてめっちゃ嬉しかったよ。来年も一緒にいようね。とかでよくないですか。でもめちゃくちゃシンプル。片言感ってきてる。ちょっとめちゃくちゃ棒読みになっちゃった。どうしよう。なんかさ、関西弁、関西ってさ、君とか言わんくない？君と一緒にいたいなとかよくさ、なんかアイドルとか言うんですけど、言うと思うんですけど、なんか関西って言わんよな、そういうの。関東って感じがします。あんた死ぬ。あんたやばい。あんたやっぱ面白いんですね、関西弁関東弁。どっちもいい意味で違っていいですね。決まらん。あ、分かった。じゃあ、クリスマスケーキかお餅どっちを選ぶ。来年も君と一緒にいたいな。はい、決まりました。これです。なんかもう無理やり組み付けました、組み合わせました。あ、そこはあんたやろやって。あー、そっかそっか。じゃあ来、あ、わかったわかった。じゃあクリスマスケーキとお餅どっちを選ぶ。来年もあんたと一緒にいたい。はい、これでいいですね。大喜利感も悪くない？ちょっとあんたっておもろいやん。これ覚えといてください、皆さん。皆さん覚えといてくださいね。もう忘れました私。じゃあ明日またツイッターで発表したいと思います。おもろい。ではランキングを読みます。13位、夜公演楽しかったエイジさん、ありがとうございました。12位はちみつさん、ありがとうございます。11位、しんぺいさん、ありがとうございます。10位白玉さん、ありがとうございます。
9位デコパンマンありがとうございます。誰かめっちゃくしゃみしてる。8位ダイさんありがとうございます。7位斉藤さんやぞありがとうございます。え待ってランキング変わったかも。6位しのさんありがとうございます。5位ダイさんありがとうございます。4位みやっちさんありがとうございます。3位スノーマン557ありがとうございます。2位ライトワンありがとうございます。1位がじゃらら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 じゃんひじりまんさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。多分これが11月最後のショールームだと思います。皆さん大好きです。またしますね。